はい、こんにちは、サルウィンです。いきますか。九国で、パワーをかかるよ、目指す。サンゴ先生、あー、フルレゴー実況。よりパッチンのキレは微妙。というわけで、いきましょう。つうわけでね、全国大戦なわけですよ。バージョン 1.05C なんですよ。で、前回暴虐でボコボコになったんですけど、で、ちょっとデッキを変えようかなと思って、5枚警告、with go というか、go の要素が損欲しかないっていう感じなんですけど、気づいたら。ちなみにこれしかもこれ柵が1枚しかないんだよね。んっていう、なんか、すごい、前回もそうなんだけど、あれっていう、後々見返してみると変なデッキばっか使ってんだよなーっていう。なんか、それ別に、なんだろう、自分が思わなければ、これこういう形やからって言えるんだけど、自分が見て変だって思っちゃう時点で、ボケてんのかみたいな話なんですけど、確かに今ちょっとヘロヘロやって、その場でデッキ組んだんだよね、ペペって。これでいっかーって感じですごい目尻発射で出撃しちゃったんだけど、で、お相手のデッキは、6枚の、テーフワラみたいな感じなのかな。ただ、あれだよね。青石が使ってたテーフワラとは違うかな。青石のテーフワラって、どっちかというと、号泣伝授だよね。おじいちゃんで号泣伝授して、テーフが投与にして、バーって飛ばして、バチ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 ってやる感じのね、デッキやからね。そこがだいぶ違うけど。だから、どっちかというと、関与を主軸にしたような、デッキかな。私がそうね、官票で一生懸命なんとか入れようとしたときに、ピックしたのはやっぱり連冠とか落雷だからね。あ、そういうとこかな。まあ、強いてるのは多分ね、王兵藁なんじゃねえかっていう戦いになったような気がしますが、見ていきますか。王兵とかね、ゴランとかね、踏ん気持ちは結構嫌いっすよ、やっぱりね。というわけで、いざ凱旋。とりあえず開幕はガンガン行こうぜなんだけど、そうだった、これ。これはね、これは一応想定内ではあったんだけど、まあそんな綺麗に踏むかって感じでしたよね。でね、これね、どうしようかな思ってて、そう、嫌な予感したからね、とうとう下げようと思ったんだけど、やらかし開幕。これはね、辛いっすよ。損欲一人で守れるわけないじゃん。一応いつもいるけれど、これはね、しんどいっすよ。どうしようかって感じ。はい、なんとかギリ刺さらないテクニックを見せていく。テクニックを見せていく。危ない、朝出しだったら刺さっていた。完璧な朝出しだったらビフォーさんにやられていましたよ。甘い守りだと。甘い守りですよ。もうね、これ辛いよね。もうね、やらかし開幕なんでどうしようかなと。まだね、ある程度まくれるぐらいの。そう、まあ実際ね、まだね、まあ今の理覚はね、あ、貪欲を死なせてしまった。死なせる予定なかったのにな。まあ、理覚は帰ってくるからよかったんだけど、でもよかったけど、トートンまで踏んじゃうのはちょっとね、これはないですね。で、内乱まで取られちゃいますね。大変ですね、これは。やばいですね。非常にまずいですね。いやー、つらい、これ。もう、正直言うと、テーフもいるから、舞えないんですよね。そういう身強いんで、どうしようかなと思ってて、ね、これ。つらいですよ。つらいです。正直つらいです。どうしようかなって。だから、舞うかすげー悩んで。いやー、待っても結局兵力が少なくても、まあ一応ね、倒せるよ、とうとう、とうとうと理覚でね、テーフに出してとか言えるけど、いや、とりあえず今はね、塗り直そうかなという感じになったんだけど、正直言ったところ、相性的にね、結構ヘビーな展開となっております。どうやって勝とうかなーって考えてますよ。普通に舞うよりは、やっぱとうとうでマウント取っていくべきかと。王兵が来ましたね。でもトートンでマウント取ろうとしてもね、落雷がね、結構ね、厄介なんですよね。で、おっと、ここでなんと一騎打ち。相手的には美味しいですね。武力が上がったところで一騎打ちとはなかなかって感じですね。そして私が一騎打ちがあんまり美味しくないというか、下手なやつだよね。もう全然神々なんですけど、
うわーってか一個頑張ったんだけど、相手がバリうまいんですけど。ちょっと待って、オヘって、ついてたっけ？勇猛ついてましたっけ？絶対ついてねえよ。まあ、しゃーないから切り替えていくしかないなーってことで。いやー、それでも辛いけどね。ちょっともう、テイフにも逃げられちゃったし、ジョンさんにも逃げられちゃったし。ついたかったっすね。すいません、ちょっと、仕事上がりで撮ってて、すごく、ちょっと眠い感じだったんですけど、これ、王兵なんとか倒したいなと思うんですけど、来ましたよ、出ましたよ、この動き。もう、こういう立ち回り、嫌やん。マジで辛いっす。もう、おじりでやりだしたかったんだけどね。いや、後ろから撃ってるテイフが強いんですよね。無理でしたね。てか、やりってよくないから、あれがね、そうだね。だから、ホートを倒せればね、って話か。ちょっと、狙いが甘かったのかな。どうしよっかな。やったね。無理だよ。無理。来るよ、来るよ、来るよ。寄っちゃうよ、もう何これ、予定調和ですかみたいな。絶対無理やって、せめて孫欲が生きてれば孫欲で無理やり突入したりとかできたんやけど、そんな元気もないと。すごい、頑張れトートン、頑張れトートン。トートンが果敢に乱戦していくスタイル。いやー、なんや、ここで連冠。まあ、孫欲をね、復活してて、でも式ねえな、式がねえな。すげえタイミングだな、すげえタイミングだよ。無理。それやったらトートンが死んでからでよかったと思います。結局王兵に逃げられちゃうし、なんかグダグダやな、ほんまに。ボッコボコですね、ボッコボコ。もう正直まくれる要素が何もないな。正直この相性はえぐいですね。なかなかの相性ですよ。悲しくなるぐらいの相性ですね。とても悲しいですね。どうやって勝ちに行ったらいいのか全然わかんないですね。あなただけが強い。カラスは蘇る。わあ、孫欲さんしっかり。ひどいな。ちゃんと潜ろうよ、そこは。もう、なんか雑だな。心が折れてるのかな。まあ、確かに、仕事の後でヘロヘロやったからってのもあるんやけど、それにしてもちょっと下手くそでは？下手くそすぎませんか？大丈夫ですか？もう、テイフが倒せない。うわあ。そう、これね、油断してましたね。完全に油断しましたね。いや、テイフを追い返したから、今がマウチャンサーなんて思って、この2枚がいればなんとかと思って、ちょっと飛来心的な気分で考えたら、こいつは飛来心になんねえし、むしろこいつらが落ちたらどうやって舞うねんってなりまして、しゃあないから、もう無理やりですよ。もう正直、まくれないんですけど、やりますよ、私。やります。もう意地です、意地。これは意地です。別に捨てたとかそういうんじゃなくて、もうなんていうか意地です。ほら前に出るぞ。まあ少しでも白ダメージ当てたいなと。正直もうそうでもしないと白殴りに行けそうにないし、しょうがないってことで行きましたね。一応タゲがね、これそんなすぐにはタゲられないでしょうってことなんだけど、はい、変わっちゃいましたね。ああ、もう、無理だ。テイフさん強いわ。マジで無理です。無理です。どうしようもないです。頑張れ、リジュ。リジュ、無理やり乱戦だ。無理やり乱戦していけ。でも、乱戦でしない。まあ、待ってかな、なんてかなって、頑張った。頑張ったけれど。まだだ。まだ、悪を。あー、ホートに刺された。楽勝破。あー、残念だ。残念ですね。せめて、楽勝はしのいでいきたいし、ニックテイフをね、確実に殺したいという、私のこの、溢れる、
怒りが。フル傷が。倒しましたね。ミンクリテイフを倒したんで、もう満足ですよ。とても満足しています。来ましたね。それは入れさせませんよ。さすがにね。うん。私の白ゲージがいっぱいあるなら、ちょっと見たいなって思いましたけど、こんな少ない白ゲージじゃしょうがないしね。うん。さすがにこれを通す理由もないので、倒しませんでした。はい。というわけで、敗北ですね。はーい。まあ正直、相性がえぐかった気もするが、それ以上に私がぬるかった気もします。というわけでいきましょう。まあ、反省会ですよね。正直、まあ、構築からすでに反省しなきゃいけないというようなとこもあるかな。別に嫌いな形じゃないんだけれど、中途半端かなっていう感じがしますね。とりあえず、まあ一応、まあ各武将がそこそこ仕事はする、守りとして機能できるから、無駄ではない。うん。ただ、知力がパッとしないところもあり、でも装備力はそこそこかな。11、15、23、あ、装備力25ある。いいじゃない。だ昨晩まあね、まあぶっちゃけすぐ壊されるから1枚でもねっていう、まあ言うてよね、でかいよ、1枚と2枚のさ。いやー、まあ、ついてるのは開幕ね、ここやね、伏兵ですよ、伏兵。いやー、マジ何してんねんって。少なくとも、理学は降りね、割と、まあ、想定内というか、そこは織り込み済みなとこやったやけど、トートンはね、嫌な予感させて下げるべきやったよ。てか、初期配置見た時点でね、あれじゃないだって。これね、絶対この端、両端かななんてちょっと思ったりぐらいだったんやけど、ね、そうなるわな。まあ、この強気トートンの配置が、なんていうか、裏目に出ましたね。はい、ない、ごめんなさい。もう全然ね、兵力管理もデレデレだし。おら、ドミヒーでしたね、なんか。ま、てか、セーフ倒せるシーン結構あった気がするしね。セーフ倒しとければね、結構マウチャンスもあったと思うよ。実際完璧な不利な相性とは言い難かったと思うよ。いやー、この王兵強かったな、この王兵っていうか。完璧ですね。これ多分取れるの全部取ったでしょ。まあ同じ武力8同士だしねってのはあったけれど、まあ相手の方が上手やったと。まあ、合うけど、ドーンじゃないですか。いや、その最中のタイミングもどうよって感じだし、ドーン。落雷に2枚焼かれるところとかね。主力2体が焼かれちゃったら熱いでしょうっていう感じですか。なんで怒りを込めた探知の新作、まだ、まあ、言うて結構ね、探知の新作強いっすよね、なんだかんだね。あー、ここも全くカバーできないこともなかったんじゃないですか。まあ、それでも白ダメはまくれないんだけれど、っていうね。いやー、まあ、もうちょっと丁寧にやれてれば、少しは、目もあったかもしれない。相性だけじゃないからね。って言いたい。言いたいかな。はい。そんな感じでした。お疲れ様です。バイバイです。